浦和は今日のゲームで勝ち点を得ることができれば昇格が決まります。次のステージへ向けた大事な一戦が始まります。このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。この時間は浦和レッズ対チェルシー、こちらをご覧いただきます。今夜の現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。浦和レッズ対チェルシー、浦和今日は一歩も譲れない。シュート、いやー、先制、レッズ、おのー、素晴らしい先制だ。昇格を自らのゴールで引き寄せます。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。さあ浦和、欲しかった先制点を決めました。これはサポーターも嬉しいゴールになりましたよね。昇格のかかった大事な試合ですからね。原口、おー、いい形じゃないですか。シュートチャンス、上げてくる、どうだ、決めた、早くも2対0、攻撃の手を緩めません。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。さあ浦和、得点を重ね2対0という展開。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。ローベルト・カルロス上げる、浦和はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。おっと、これはカウンターいきますね。スルーパスを出す、ボールから右サイド抜けてくる、フリーだ、シュート、追加点、立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ浦和、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。ポールの学校のパス、コース空いた、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。原口、さあここでカウンター、デクランライス、カウンターですよ。さあ一気にカウンター、ポーロキ、ポーロキから荻原、抜けてくる、裏へのスルーパス、これはチャンス、シュート、決まった、追加点、ワーッ、怒涛のゴール、勢いが止まらない。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。